どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日もですね、コメントにお答えしていきたいと思います。本日のコメントは、突撃隣のストラトキャスターという動画にいただいたコメントで、佐藤慎一郎さん、コメントありがとうございます。これはすごい感じ、お二人さんストラトキャスター愛ですね。で、投稿日が書いてあって、あ、さすが対面対談はきちっとマスク、すごい早引き、ヒット率ってということで、コメントありがとうございます。このヒット率っていうのは、この動画の中で、このストラトキャスター、友人のストラトキャスターを借りて早引きをした時にヒット率がちょっと低いなとか、ちょっとヒット率が悪いなとかって話してたかと思うんですが、これは単純にピックがヒットするかどうかってことで、シンクロですね、右手と左手のシンクロ率が高いか低いかのことを、ヒット率ってことで言葉で喋ってたと思うんですよね。で、このヒット率っていうのが、なんでこう出てきたかというと、僕は左手だけで一応こう弾けるようにしてるんですね。ジョイントとかじゃなければ、普通のこういう3ノートパワーストリングスとかだったら、今これミュートしてますがね、左手だけで弾けるようにいつもこう練習してるわけですよ。なのでピッキングを入れようと思ったら、この左手に合わせるようにピッキングすればいいんですね。ザク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 っていう音を入れたいときはピッキングをして、ただ音を滑らかに弾きたいときは左手だけでレガートっていうんですかね、レガートで弾く。この辺はですね、以前の動画で10年間やり続けてる練習っていう動画でお話ししたかと思うんですが、左手だけで弾けるようにしているし、それを維持するように今もやり続けてる練習なんですね。で、ヒット率はこの僕のギター、今このギブソンの ES335 ですと僕は慣れてるのですごく高く維持できるんですね。なるべく高く維持していたいと常に練習しているので、こう慣れてるので、まあ弾きやすいわけですよ。なので、非常にね、ヒット率は高く維持できてるんですけど、借りたストラトキャスター、その日に入って渡されたストラトキャスターでやると慣れてないんで、こう下がっちゃうんですよね。なかなかね、右手と左手がシンクロしないんですよ。でも一応左手だけで演奏できるように、左手はこうトレーニングしてるので一応音は出るんですよ。一応音は出るんだけど、こうザクザクザクが一定に保ててない、右手のピッキングが一定に保ててないので、でシンクロしてないので、なんかちょこ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 こう抜けるんですよね、音が、ザクって音が。で、まあなんとなく弾けてるように見えてるけどシンクロ率低い、ヒット率低いだよねっていう話を多分してたと思うんですね。そのなんかそういった意味ですね、ヒット率っていうのはね。で、これ ヒット率っていうか、こうシンクロ率が下がるのは単純にギターの構造的な問題も大きいんですけど、まあ、このギブソンってこう335は多分304とかかな、 R が、指板の R が 304.8mm なんですね。まあ結構平たい感じなんですよ。に対してギブソン、あ、じゃない、フェンダーのヴィンテージ系は 184R、184mm、 結構丸っこいんですよね。なので、
多分弾かせてもらったやつは、ヴィンテージ系60何年のモデルをこうリーシューっていうか意識したストラトのカスタムショップだったと思うんで、まあ、多分ヴィンテージ系の指板の R だと思うんですよね。まあ、それでも少なくともギブソンよりかは R のきつい、指板だったかと思うんで、どうしてもね、いつも通り弾くと合わないんですよね。慣れてないから。あれ1週間ぐらいこう貸してもらってこう弾き続ければなんとかこう自分の馴染んでくるのかもしれないんですけど、どうしてもね、その場で渡されたギターをすぐ弾くとちょっと慣れなかったんで、こうヒット率が下がっちゃったんですね。その話を多分したんだと思うんですね。で、一応その左手だけで弾けるようにしたので、まあ音は出てると。ただザクザクザクっていうこういうザクザク音がなくて、なんかこうレガートの音が出てる時があったというお話だったと思うんですね。でちなみにこのレガートを練習しようと思ったきっかけは、まあ、いくつもあるんですけども、最初の原体験っていうか影響を受けたのは野村義雄さんですね、よっちゃんがリハーサルかなんかのこう一瞬ほんの数秒なんですけど、左手だけでギターソロ弾いてたんですよ。まあ、ギターソロっていうかこう運指練習っていうのかな、今みたいなこういうフレーズをこんな感じで弾いてて、うわーマジであんな風に弾けるんだと思って、左手をもっと鍛えなきゃダメだなってこう再認識させられた映像が、なんか昔の動画かテレビかなんかであって、あとね野村義雄さんだと思うんですけど、多分ここブリッジミュートしてこうやって弾いてたんですよね。これもなんかバタ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 ってこうパーカッション的なパーカッシブな感じでドド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 ドってやってる練習を、練習っていうかこうウォーミングアップを見てすげえと思って、で左手って結構大事なんだなというか、左手はそこまで、弾けるように持っていかないといけないんだなっていうふうに思ったのが一番最初ですね。でその後にいろいろ皆さんこう動画出してるじゃないですか、早弾きギタリストの方で。で聞くとなんかあんまりピッキングはこうなんていうのかな、すごく力を入れて弾いてますっていうよりかは、皆さんなんか左手をあらかじめ弾けるようにしといて、でそこに左手を、左手に右手を添える感じだよとか言ってる動画をいくつも結構見てきて、なんなら左手も鍛えまくってる人はあんまり強いタッチで弾いてないとかってこうおっしゃってる動画をいっぱい見て、あ、動くようになったらあんまり力まないんだなとか、まあ、それはそうですけどね、まあでもまあある程度こう右手を早く動かすにはこう力むんですけどね。結構力んでんですけど、なんていうのかな、最初の頃やってたこう下向いてこううわーってやるようなうーっていう力み方じゃなくて、なんか、必要なところだけ力むっていうのかな、無駄な力は入んない感じでもちゃんと力んで弾いてるっていう動画とかをいろいろ見てきた中で、なんかだんだんとこう左
左手先行で練習しといた方が速弾きってできるのかなと思って、何のこう保証もなかったんですけど、誰かに教わったこともないんで何の保険もないんですけど、とにかく毎日左手だけで弾いてみようっていうふうに思ったわけなんですよ。でこうミュートとかしてね、タオル巻いたり、時には靴下を巻いたりして、長いロングの、ね、靴下をこう巻いたりして、という感じで、練習をし続けた結果、結構楽にソロが取れるようになりましたね。音は出ますから。で、ザクザク音を入れたくなったら右手のピッキングを合わせる。であとは抜いたって音は出る。という感じで今もね、なお練習続行中です。毎日朝晩時間ができたらこう左手だけで弾くようにしてますね。なんかそういう習慣になってますね。なので旅行とか行くときが困っちゃうんですよね。動かなくなるの嫌なんで旅行とか行くときもなんかちっちゃいギター持ってって、こう毎日朝と晩だけこうやりたいですね。トラベルギターとかね。ということで、ちょっと話がいろいろそれましたが、ヒット率ってのはシンクロ率ってことですね。右手のピッキングと左手のフィンガリングが合ってるかどうかってことですね。でちなみにですね、僕はもうこのギターに慣れちゃって300ぐらいの R に慣れてますけど、フレーズによってはヴィンテージの184だっけ184ぐらいのこうきつめの R の方が弾きやすいっていう時もあるんですよ。それはどういう時かっていうと、地味編とかのフレーズ、例えば親指を出すフレーズ系R184 ぐらいの R の方が親指がこう丸く、親指がこう出してこう握った時にこう丸い方が弾きやすいんですよね。でちなみにそれぐらいのギターっていうと、このテレキャスとかがそうなんですけど、地味編とか弾く時はこれの方がねしっくりくるんですよ。こっちの方がね、しっくりくるんですよ。はい、というわけでね、ヒット率というのは僕の中ではシンクロ率のことを言ってました。
で今僕は、ギブソンの335が慣れちゃってるので、こういったヴィンテージ系の184mm ぐらいの R は結構ねもう弾きにくく感じるようになっちゃったんですけど、まああの曲によってはこっちの方が弾きやすいっていう時もあるので、なんか曲によってギターを持ち替えたりとか、しております。ということでね、こんな感じでヒット率についてお話しさせていただきました。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。